はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。ということでマリオ VS ドンキーコングみんなのミリランド任天堂 3DS バージョンの方頑張ってやっていきたいと思います。ということでワールド2に多分やってきてます。ということで、ジャンプ台の数字ですね。早速やっていきましょう。タッチして集めよう。はい、タッチしてセットしよう。でマリオをスタートさせたらいいのかな。いいね。なんかこう BGM が往年のドンキーコングのこの BGM ですよ。なんかちょっとスーパーファミコン意識してませんか。気のせいかな。あ、これジャンプした方が良かった。あ、ジャンプした方が良かった。臭いやつですか、これは。これどうなるの。こうやって、あ、そこをこうやって滑り降りるんだ。あ、だとしたらこうなんか頑張れお前お前一人で頑張れで、そうなんか合流しろ。 OK、 よしなんかちょっとね一手間多かったような気がするけど、まあそれはそれでいいでしょう。いやマジこの BGM すげえゆっくり聞きたいな。好きなんですよドンキーコング。スーパーファミコンも好きだったし、64も好きだったし、Wii はちょっと都合上できてないんですけど、リターンズとかは。でもあれですからね、ドンキーコングのあれもやってますからね。すごい好きなんですよこの BGM が。ね、 Wii U でもそろそろ、あ、出てるか次行こう。なんだこれは。スイッチ押すの。てか、青いのは、あ、これ多分青いスイッチを押すと、この青いのが取れるんでしょ、きっと。わぁ、いろいろ考えなきゃいけなくなるから、これ結構大変やな。こうかな、多分。とりあえず始めましょうか。いいね、でもなんかさ、ロボットがさ、マリオだけじゃなくてさ、ピーチもいるっていうのがすごいですよね。こうして、こうして、こうして、いやぁ、ちょっといっぱい考えないといけない、大変。こうかな。こうして、で、ぐるっと回して、多分、左から入るのが多分正解。これ押して、押させて、いらない。よし、ナイス。で、これで、左側行って、で、それ、右側取って、これで押す、離す。うわー、やべえ、頭フル回転。で、こうして、こう。で、こうして、で、右側押して、スイッチが出るんで、で、これで右側をパコ押して、これで行ったじゃない?行ったでしょ?これは行った。これは多分行った。なんか実況になってない。これがここって。ここかよ。桃色クローバーかよ、みたいな。よし、オッケー。いいですね。順調。なんか攻略動画みたいになってますね、ちゃんとね。その名の通りに。よし。一個一個ね、やっていくのが、まあ、なかなか難しいところではあるけど。どの行こうか。さあ、三つ目。あ、しかも離れてるんだ、マリオと。どうしましょうかね。これね。ハンマー持ってる状態だと、多分、はしごは登れないと思うんですよ。こうかな。多分、ピーチで、ヘイホーを倒すんだよね。あれ?え、でもどうしたらいいんだろう。あ、そっか、そこ斜めに登って。うわー、マリオコイン取るの、これ相当大変そう。まあ、行こうか、とりあえず。とりあえず動かすだけ動かしましょうか。あ、で、なんか、待って、重い。あ、そういう感じだった。そうだ。そう、忘れてた。こうして、こうして、あ、やばい。そこでハンマー落としちゃったらめんどくさいことになるんじゃない?めんどくさいことになると思うよ。なると思うよ。はい。あ、降りちゃうの?え、降りちゃうの?え、どこ行くの?ちょ、待って、わかんないぞ。あ、ちょ、待って、どうしよう。ちょ、死ぬ、マリア、ビアーイ!てぃ!やばい。斜めいらないな。多分斜めいらない。斜めはいらない。じゃ、これで多分、これでいける。これで多分ハンマー持って上に行ける。よし、で、ここだ。ここで、あとはこう、こうして、どうしたらいいの?これがいらない。あ、ちょ、待って。いた。ちょ、ぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃなんですけど。わけがわからないですよ、僕やってる自分で。ですよね。明らかにぐっちゃぐちゃでしたもんね、今ね。もう一回やっていい?もう一回やりましょう。どうしたらよかったんだろう、そしたら。まあ、ハンマーの軌道がまあわかったんでね。そしたら、多分、ここがこうでいいでしょ?で、こうしてマリオを誘導したらいいのかなっていう感じですよね。はい。まあ、ピーチで要は上から叩きに行く感じで行きましょうか。うん。で、マリオとちょっとどっかで合流させたいんですよね、実際ね。それがうまくできるかどうか。はい。あ、それで倒せるんだ。へー。したら、こう、
ちょっと待って、間違え、やばい、ぶね。これで合流するべ。これで合流したんで、あとはこれでこれで行ったでしょう。ちょっとマリオが遅いかな、大丈夫かな。ちょっと時間がギリギリかもしんないけど。はい。入って、あ、でも大丈夫そうですね。よし、これは結構シンプルな解放でしたかな。どうだったかな。これ焦った時が楽しいね、これね。あれ？あ、コイン取ってない！あら！あら！マジか！そこの真ん中のコイン取ってなかった。うわ！わかんねえぞ、これ！え、待って、わかんねえぞ！ちょ、待って、ハマってきた。これがこのゲームの真髄と言わんばかりにハマってきた。ちょっとあれだな。マリオ置いとこう。マリオ置いときましょう。マリオ置いて、ちゃんと 2匹で行こう。2匹で行ったら、そう、なんか、変に手くらない方がいい。こうだな。で、上がっていけばいい。よしと。どうしたらいいんだろうなこれ、多分あれですよね。右のこのジャンプ台使うのが多分正解なんですよね。このコイン取るのは。で、これでぐるっと回っていけば正解のはずだから、それでいいんだろうな。そう。で、クロスフュージョンして、で、斜めに下ろして、違うわ。ここだ、こうだな。こうだな。で、これでこうじゃん。あ、なんだっていうね。なんこの難しいことはないじゃないかっていうね。ええー。そんなもんですよね、世の中ね。シンプルに考えていきましょう、いろいろ。よかった、できた。どうにか、ね、どうにかこう、名誉挽回することはできましたかね。よし。全部ゴールドで頑張っていこう。ポンポン行こう、ポンポン。さあ、またカプセルに入ってるんで、そこに行かなきゃいけないと。で、ここをスイッチピート押さなきゃいけないと。で、ジャンプ台は1個しかないと。1個じゃない、3個あると。したら、これ1回外して、これ取って、で、ピーチ預けて、ぐるっと回して、マリオで行って、いや、ピーチ。あ、どうしようか。こうかな。先に、こうか。先にマリオさんちょっといろいろ頑張って取ってみたいな。なんかそんな感じ？そんな感じかな？はい。で、こうしてこうか。で、こういうの全部回収しといて、いらなくなったの回収しといて、で、ぐるっと回して、多分これすごい滑り落ちる坂なので、まあそこら辺は気にされずと。で、こうか。で、ここ置いとけばいいのか。で、あ、OK。これは綺麗。すごい綺麗にできた。完璧完璧。すごいね。なんか、できる面とできない面のこの差がこんなにも激しいものなのかと。でも、できない面はできない面でさ、こうできた時にアハ体験できるからすごいいいじゃないですか。ね。シンプル。素晴らしい。いいなぁ。スコアアタックとかちょっとやってみたいよね。これ理系の血が騒ぐよね。さあ。これ全部コイン取るってのは割と大変だよね。ドンキーステージだと特に。あ、これでもさ、思ったんだけど。え、ハンマーっているのこれ。ハンマーって何に使うのこれ。ちょ、まあ、行きましょうか、これ、このまんま。こうかな。まあ、とりあえず動かしてみる。あ、そうか。そこ乗れないのか。まあまあまあ、これで一番最上階まで上がりの、落ちるから、飛びの、なんかすごい。すごいことになりの、ここ通しの、こうかな。違うな。こうか。で、こう外しの、ちょっと順路通りに行っては見たけど、何がどうなるのかさっぱりよく分かってないっていうね。これもしかしてドンキー倒せる？倒せる！なるほどね。ドンキーをこうどかすためのハンマーか。そういう使い方もあるんだね。はいはいはい。これは当時なかった感じなので、ちょっと真新しい発想。あ、でもなんかびっくりマークついてるから、多分時間経過したら戻るんだろうな。おー、なんかすごい、だんだんあれですね。自分で作りたくなってくるね、こういうステージね。あ、リトライしちゃった。ごめんなさい。間違い。ステージセレクトか。はい。どこだ？あ、なんだ急に来た。コングラジュレーション、ボーナスステージがオープンしました。タイトルメニューから選べます。オッケー。じゃあ、2の6いきます。ガン虫。あー、広いステージ来ましたね。なんだこれ、タルタイホーみたいなのあるよ。怖っ。あ、でもそんなに広くないから、うまーくこう誘導できさえすればって感じだね。はい。まあ、ちょっとこの辺全部回収しつつ、
あ、上に飛ばさなきゃいけないとかそういうのもあるよね。コインとか取らなきゃいけないもんね。え、どうしよう。あ、やっぱタイミング違う。違う。よかった。よかった、よかった、よかった。入った瞬間じゃないといけないとか、そういうなんか超鬼畜しようかと思ったら、そんなことなかった。それ鬼畜すぎんだろっていうね。はい。で、こうしようか。で、で、ここ、つけようか。ちょ、待って待って、左になんか回収してない、絶対。見えない、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 見えない。ちょ、待って、ここ。こうして、こうして、あ、これでいい、これでいい、これでいい。ほんでいいや。合体するから。合体するから、OK、これで。あ、ちょっと3匹目が離れちゃったけど、まあ大丈夫かな、大丈夫かな。これ全部左側とかも回収できたのかな、これ。どうなんだろう、これ3匹入れるの、はい、入れるの、入れるのね。入れて、こうして。Way to go! 大丈夫ね。おし。あとは得点次第。あ、これ上にさ、全体マップがあるから、それ見ろって話なのか。そういう話なのかな。はい。はい。よし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 。きれいきれいきれい。だいぶギリギリだね。でもゴールドトロフィーね。意外としっかりやっていかないと。あー、来た。鍵面。鍵面来ましたよ、これ。わー、これむずいな。これまっすぐでも行くか。で、こう取って、左側行って、で、そのまま落ち飛んで、落ちて飛んで、こう行って、で、行こう。わかんねえや。すげえ頑張って考えたけど、わかんねえや。ああ、もうこれ、行っちゃうのね、行っちゃうのね。どっかで、多分、なんだろう、二人をこう分けないと、多分、全回収、コイン取れないような気がするんですよね。こうしようか。で、こうして、あ、じゃあ間違えた、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 ここで、こうするっていうね。あ、こうして、あ、こうして、あ、バカです。ちょっと焦ったです。でもいいね、いろいろこう、人によって考え方があるからって、すごい楽しいわ。はい、もう行こう。もう動かしながらやる。動かしながら考える。先に、ああだこうだやらない。もうね、ちゃんとこう、でもね、物事っていろいろ考えながらやるの大事なんですよね。こうだな。で、一回右行かせて、跳ね返らせて、斜めに登るとか、違うか。いや、違うな。これどうやってやるんだ、これ。こうでしょ。あ、大変だった。ちょっと待って。仕切り直し、仕切り直し。こうして、こうでしょ。でで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 で積んだわ。なんか変な動かし方するとこんなになっちゃうと。どうしようかな。これじゃああれだな。右からこうやって飛んで、で、先にこっちのコインを取ろう。で、なんとかしよう。頑張ろう。どうしよう。で、左側なんとかする。なんとかする。進みながら考える。はい。で、これ右側のコインまず取りました。離します。跳ね返らせます。で、どっかのタイミング、この辺で落とします。で、そしたらこれが、ジャンプ台ができるんで、ジャンプ台に乗せます。斜めに行かせません。斜めに行かせません。ここで跳ね返らせます。どうしようか。やべ。やべ、わかんねえ。やべ。やべ、わかんねえ。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 あー、やべ、わかんねえ。じゃあ、待って、マジで。え、むずい、ここ。あ、で、こうだ。来た、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 来た。ラッキー、ラッキー。タナボタ、タナボタ、タナボタ、いけるいける、頑張れ、走れ走れ、お前なら間に合う、間に合い間に合い、いけるいける、頑張れ頑張れ、はよはよはよ、いけいけいけ、よし、ナイス鍵、はい、足、こう、どうだ、間に合ったか、微妙に間に合ってないか、これ、一択で、一択で、どう、はい、はい、よし、超嬉しいんだけど。大人げない、大人げないレベルで超嬉しいんですけど。おー、ということで、あー、ここすぐ始まっちゃう面か。
2-8来た、やばい、どうしようかな、どうしようかな、はいはい、もう動かすか、動かそう動かそう、なんかめっちゃいっぱいあるから、わけがわからないよ、黄色がやばい、これはいろんな感じでやばいやつになってた。はい、でなんかハマったから、はめた、倒せたのはいいんだけど、これどうしようか。ジャンプ台が作れない、よしで、どうしたらいいんだ？で、あとはもう全部上から行けばいいんだよね。上からこうやって行けばいいはずだから、これでちょんちょんちょんと。あ？どうやって取んの？あの、マリオコイン。え、どうやって取んの？え？え？あ、じゃあ左から行くのか。左から行って、え、でもそうするとさ、これ入っちゃうよね。え、そっか、一番左下からトントントンと三段ジャンプでいくのか。まあこれは全然ね、得点伸びないですよね。ちょっともう一回やろうか。したら、待って、ちょっともう一回もう一回もう一回。結構スピード大事、一番最初だから、こうかな、間違えた。はい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 、でこれで、で、こうして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 、いや、でもなんか取れてないコインもあるんだよな。取れてないんだよな。で、しかもこのハンマー確か時間差なんで、あ、いいですね。なんかラッキー、あ、ラッキー、オッケー。で、どうしよう。あ、取ってくれた、勝手に。ラッキー。お、よし、いけ。頑張れ。じゃあ、時間がない。急げ。頑張れ。お前ならできる。お前なら。入った？コンボ入った？オッケー。なんか、ぐったぐただったけどできた。よし！ 40 点!40 点やったできたということで、次は、なんだ、ベルトコンベアか。ベルトコンベア式のね、こういうあの足場を作って頑張っていきましょうっていう面でございますね。はい。じゃあ、続きも頑張っていきたいと思いますんで、皆さんぜひとも、なってください。ありがとうございました。モッティでした。